漁船時代の第23日東丸炎上する第23日東丸第23日東丸とは日本の漁船で特設監視艇。日本海軍は太平洋東方面の警戒を強化するため1941年末から監視網の増設と強化を図り116隻の監視艇を徴用配備し第1、第2、第3監視艇隊を編成した。 第23日東丸はこの時徴用された漁船の一隻で少なくとも13ミリ機銃1丁を装備していたと考えられる。1941年12月1日に特設艦指定として徴用。第5艦隊の第2艦指定隊に所属。第2艦指定隊は第22戦隊及び第1、第3艦指定隊と共に紹介部隊として日本本土の東方で 紹介任務に従事した。特設シュ安州丸及び他の監視邸12隻とともに1942年2月17日に横須賀から紹介に出撃。これらは3月6日までに釧路に帰投した。次の出撃は3月12日で釧路より出撃し、紹介に従事して3月28日までに釧路に帰投した。4月4日、特設巡洋館。 アワタマル、特設砲艦、安州マル及び、第23日東丸を含む監視艇17隻は、串路より出撃。4月17日に次の部隊と交代して帰路に着いた。4月18日、串路へ向かっていた、第23日東丸は6時30分に、北緯36度統計152度10分で敵飛行機発見を報告。ついで敵空母発見も報告。 約30分間で合計6通の報告を行った後消息を絶った。第23日東丸は日本本土空襲を機として接近中であったアメリカ艦隊と遭遇し撃沈されたのであった。6時41分、アメリカ艦隊の中の一隻、軽巡洋艦、ナッシュビルは60から100トン、全長21メートルの漁船を発見。砲撃許可を求め、許可を得られると、 ナッシュビルは6時53分に砲撃を開始したが、命中するまでに29分の時間と6インチ砲弾915発を消費した。こうして沈められたのが、第23日東丸であり、7時23分に沈没。生存者2名が確認されたものの、ナッシュビル到着前に沈んでしまっており、丁長中村製作兵装長以下上院14名全員、戦死となった。 ありがとうございます。